どうもこんばんは、ピヌさんです。ご視聴ありがとうございます。今日も日本大相撲やっていきましょう。いい頃合いにもなってまいりました。まあ傾向指示ですね。もうこれは前回の動画でやってまして、でまたいろいろアドバイスもいただきまして、でまたね、まあ、僕自身もまあ過去もらったアドバイス等々をまた見返しているんですけども、稽古はあれですね、なんとなくですけど、まずスタミナをつけることが第一で、で優勝はね、こうスタミナのない子だったんですけど、マネージャー票出るかな、もう限界になってたんで、まあ、前回の動画だと筋トレさせてたと思うんですが、出稽古に切り替えました。でまあ出稽古は多分ね、オールマイティでパラメーターが増えるみたいな感じなんで、まあ基本出稽古をやりつつスタミナを気にして、でスタミナが半分になったら見取り稽古させてみたいな感じでいいんじゃなかろうかと個人的には思いました。でね、こう番付が下の子も、まあ神木くんなんかもまだ基礎体力がようやくね整ってきたかなみたいな話なんですけども、まあこういう番付が低い子は基本筋トレでいいのかなっても思ってたんですが、まあ彼らもね、まあやる気なれば出稽古に行けるみたいなんで、まあね、だから出稽古基本させてもいいんじゃなかろうかと。でスタミナが微妙だったらなんか筋トレさせて、半分切ったら見取りみたいな、かなりテクニカルな指導方法に今後なっていくのかもしれませんが、まだまだ私も慣れてませんので、いろいろご迷惑かけますけども、まず進めていきたいと思いますね。はい、ということで、まずはスカウトですね。入門者なしね。はい。まあみんなね、怪我なくやることが一番です。神木が卒業して、関東が風邪をひきました。よし。おお、危ない。で、申し合いと、なんだっけ、3番下校。もう、ちょっとやったらどうかという、お話あったんですけども、この力士同士、弟子同士の相性の把握を今の段階ではできてないので、まあ今回と次の動画はしないかもしれないですね。出稽古中心になるかなと思います。で相手から来るのは一応確認してからにしたいんで、ちょっと飛ばして、そうですね、このキクロぐらいになっちゃうとちょっと出稽古難しいかなって思うんで、彼もスタミナが微妙なんでしょうちょっと待ってね、出ないな、出るときと出ないときがあるんだよね。まあ出ないけどこのなんか 60% ぐらいのときはなんかもう筋トレでいいのかなと。まあ大奮闘もそうっすね、これは筋トレでいいかなと。まあ竜とかはもう出稽古行って、ちょっとバタバタ しますけど、今資料をですね、10枚ぐらいかな、机の上に広げてますんで、まあじゃあまあ彼はそうだな、若の花かなに行って、で、合計も出稽古でいいと思うんですよね。基本スタミナがあったら出稽古とか複数稽古。彼じゃあ高野波で、夏も関脇夏だから出稽古でしょう。二所ノ関、いや出羽の海かな、武蔵川部屋で、まあ出島あたりにしますか。うん、で関東は出稽古かで、これもね、なんだろうな、
今あの一個一個お見せしてると思うんですけど、まあ取る直前に思ったのが、もう全部出稽古の指示終わったりしてから、はいこんな感じしましたドーンって見せた方がいいんじゃないかなっていうのはねちょっと思いましたね。彼は間違った、付け人指導じゃない、違う、変、なんか二重で間違えた。マネージャー賞ですね。大地くん見取りでいいね。白梅のマネージャー賞、白梅、あーどうかな。技術は100年に一度あるか、技術全然ないな。彼もまあとりあえず筋トレさせて、立て風いいでしょう。優勝はこれは見取りですね。松風ビンビンにビンビンですね。スタミナ全然減らないですね。あ、彼は稲境かな。うん、で GO はまあまあ気力戻ってきたかな。彼もちょっと難しいかもしれないですけど、まあマックスタとかね。ですが、で関羽はこれは筋トレのままで、来訪は引退が決まったんで引退で、福寿とかはもう年齢がもう高いのでそのままにしときますね。で、あ、そうか、大地は見取りのままね。で、西丸とかも出稽古に行けたんで出稽古行く。で、神木くんも、神木くんも出稽古かな。とりあえず。とりあえず、だいたい双子山部屋とかね。んで、雪の峰はお任せ。まあ、みたいな感じなんですけど、これも多分次ぐらいから、はい、じゃあ、龍豪剣出稽古行きました。なんとかとかんとかは筋トレ。で、大地と、ライフォーは見取りですねみたいな感じで編集つないだ方が短くなるかなって思ったんで、ちょっと今回の動画でそれ試してみますね。で、まあ終了、これで OK で、スカウトいない。お、太郎が帰ってきましたね。ん、ちょっと動きが重い、動きが重い、どうした、なんか止まってたね、今。ん大丈夫か大丈夫か、今なんかフリーズ寸前ぐらいの動きを見せたな。ちょっと一回セーブだけしときます。はい、今回の稽古はまあスタミナがある子は出稽古、なんか微妙な子に筋トレさせて、あとはこの辺は休ませてますね。で、一応太郎も申し合い、福寿と雪の峰でつけてるんですけども、まあ気力が回復してなかったら太郎も引退かな、来訪と一緒にみたいな感じには思ってますね。はい、それではスカウトいる。沖縄出身、わっ、沖縄出身で198キロ、違う、ごめんなさい、116キロ、198センチ。身長がさ、多分一番大きいんじゃないかなと思う、今まで見た中で。これは取りに行こうかな。はい、真面目そう、入門の意思ほとんどなしか。これレベル5で、おー、いい顔じゃないか、いい体だな。違う、女の子にモテるぞ。あ、そっちじゃないんだ、そっちじゃないのか。汗と涙と根性、あ、なるほどね、男は強くなくては。あ、ま、確かに真面目だな。もうダメだと思った時に成長する。あー、この辺微妙だな、全部下げそう。夢がある、一緒に頑張って横綱になろう。やったー、久保田くん。
さあ久保田くんのパラメーターは21歳だしすごいと思うんだけど、見てみましょう。ドン。おー、そうきたか。このパターンか。投げと出足がすごい技変化。そっか、変化がもう回転なんだ。お？さあ問題はマネージャー賞ですね。あー、21歳か。早熟だと一瞬で終わるな。早熟だと一瞬だね。万世。あー、万世でした。やったー、メモしておこう。今度からというかちょっとぐらい前からやってるんですけども、何個前かな、2個か3個ぐらい前の動画から、その動画の概要欄に引退した、その動画で引退した関取の名前と、今度ねこう取ってきた人の名前を書いておこうかなって思って、なんか後で検索しやすいようにって思ってたんで、万世。まあ久保田くんの情報、久保田くんかっこ万世みたいな情報をね、動画の概要欄に貼っておきます。なので、あの動画を見るときに一番最初に概要欄を見ると誰を撮ったかすぐもろバレしちゃうんで、まあそこだけは気をつけてください。あと誰が引退したかもね。まあでも引退はまあ前の動画とかでも示唆してるから大丈夫だと思うんですけど。なるほど。まあ21歳だけど、あと15年ぐらいは活躍できるからね。まあでもすぐ誕生日来ちゃうけどね。おお、そうですか、そうですか。面白いですね。よし。じゃあ行きましょう。うん、大地に荷物が届いた。よし。日曜日になりました。これは受けない。でもうそろそろ番付発表が来そうだから、まあ番付発表来てからでいっか。今んとここんな感じなんで関東とか大地とか大変だけど、まあ竜お任せにしてみたいな。で残りちょっと傾向指示つけますね。はい、こんな感じですね。竜お任せにして、あとは豪健夏関東大地優勝などなど結構見取りにしてます。松風も微妙だけど見取りにしましたね。はい、あとは太郎と雪の峰福寿も見取りですね。申し合いで体力がなくなったんで。はい、うん、じゃあ番付発表ですね。さあ竜大関、あ、関脇が3人になってる。夏豪健関東、あららららら、ら、これは楽しみですね。まだね大関取りどうこうっていう子はいないと思うんですけど、あららららら、上が分厚くなってきましたね。大地くんが前頭2枚目、菊路前頭5枚目、優勝前頭13枚目ですね。で大奮闘が重量6枚目、白梅7枚目、松風8枚目、縦風は8枚目。縦風は厳しくなってきましたね。ゴーも8枚目、8枚目が3人かなと思ったらゴーは幕下でしたね。で、関羽が幕下20枚目、ここが壁ですね。ライフォーはもう引退なんで、多分この場所が終わったら引退なのかな。で福寿が上げて幕下に戻ってきた。西丸くんも活躍次第で来場所幕下見える。神木くんも上がってきた。この辺若手で雪の峰と太郎がいますと。はい、今場所は関東が関脇に昇進、優勝が前頭13枚目、福寿が幕下48枚目。おーい、ういし、うん、よーし、60人も増えた。あー、なんか動きが重いよね、指示をすると。たまたま、おお、びっくりした。危ないね、怪我はダメだからね。うん、
久保田くんね。これは合格でしょう。久保田はなんかもう名前つけてもいいなって思うんだけど、そうだな、でも久保田のままでいこう。まあ、なんか漢字とかあればコメント欄に書いておいてください。それ使ってまあ重量に上がった時とかに、まあ久保田くんかどうかわかんないけど誰か重量に上がった時に、しこ名変更の時にその漢字を使ったしこ名を入れたいと思います。まあ久保田は久保田にします。よし、日曜日になりました。まああと2週間ありますからね。スタミナ管理よな。龍はもう見取りでいいでしょ。夏は出稽古いけると思うんだ、体力あるから。夏は9の6だから、あれ夏13勝すれば大関か。あ、前頭の成績も OK なんすね。え、ちょっと待って、他の子も見よう。夏は13勝で大関。まあ、彼は、剛健はまだですね。んで、関東11勝してきてるから、今場所2桁勝てると、来場所、大関取りが見えるんだ。なるほど、なるほど。うん。んで、そうだな、夏は出稽古か。うん、じゃあ他の子も、稽古入れたいと思います。大地は力士としては一人前の基礎体力。あー26歳か、そうか、大地も早熟だったか。そっかそっか、これもう取った時に誰が早熟で誰が晩成かって忘れちゃうからメモしておこう今度から。第一は早熟か。そっか、短い春だったな、これからってところなんだけどな。じゃあお任せにしておこう。いや、見取りでもいいのかな。いや、お任せだな。あ、もう久保田くんは早くも基礎体力がもう限界を迎えてる。そっか、気持ちが乗るのに時間がかかる。まあ万世だからね。じゃあ久保田はもう出稽古を行かせようか。うん、でまあ大体こんな感じ。まあ下の子上木と西丸が微妙だな。筋トレさせよ。神木も筋トレさせて、まあこんな感じでいいかな。関羽も筋トレさせとこ。はい、じゃあ進めよう。よし、豊富ね。龍、夏、剛健、関東、大地、キクロ、優勝。まあ、いっぱいいるな。じゃあ、関東が勝ち越しになるよ。うい。さあ、日曜日になりました。名古屋場所が始まります。じゃあ、セーブをして、全員また割りにしてからね、場所に行きましょう。まあ、今場所は夏と久保田くんかな注目は。あ、優が連敗スタートしてましたね。誕生日ですね。剛の誕生日。まあ、剛もな、大地と含めてちょっと厳しいんだよな。いきなり来たな、世代交代の波がな、来てるな。うん。あ、夏いいじゃないですかね。関東もいいですよ。うん、悪くないっすね。お、4352-5261 か。海王、土地東、土佐の海、土佐の海ね。夏、雅山と貴乃花。まあしょうがないっすね。
高知県はあけぼのと小鳥、関東は千代大海か。うん。で、キクロ、優勝大丈夫。この辺の注意は結構頑張ってますね。で、ゴーと関羽全勝、久保田くんが1の2。まあ、しょうがないよな。西丸、あ、雪の峰太郎もいいですね。夏はちょっと今場所大関取りかかってるけど、どうしようかなっていうのはあるな。まあ、夏に関しては結構ね、気長に見てられるんで、まあ、進めていきましょう。そうですね、中日、久保田くんの取り組みを見ましょうか。まあ、まあお任せでやるんだけど、どうかな？西方、現在、福岡県出身、朝日山部屋。制限時間いっぱいです。まだ細いね、しかしね。頑張れ。いい形になりました。わあ、浮いた。手繰る。わあ、でも、おお、勝った、逆転。やったー。これで星を五分に戻しましたね。豪快に決めました。これで勝敗を五分に戻しました。うまく寄っていったね。いや、寄ってはないんじゃなかろうか。あと中日ですね、夏の武蔵丸戦を見ましょうか。危ない、びっくりした。あれ、なんか今他の子たちが結構勝ってたな。うん、寄り切り寄り切り、突き出し寄り切り寄り切り、うん、全然歯が立ってないな。もうね、私もここに来てようやく開き直りまして、困ったら変化しようと思いましたから、なので困りましたんで変化します。もう変化に対するこだわりは捨てましたからね。突き出しと困ったら変化、送り出しには待っていけ、勝ってる相手にはお任せみたいな感じでやっていきます。西方、横綱、武蔵丸、ハワイ出身、武蔵川部屋。これ勝てると優勝争いがかなり面白くなるんじゃないかなと思う。決まるかな。あ、決まった。よし、オッケー。これで、でもこれありなのかなっていうのはちょっとあるんだ、盛り上がりとして。武蔵丸、何もできませんでした。大きな一勝です。まあ大きな一勝なんだけど、これでいいのかなっていうのはまだ心の中でわだかまりじゃないな、葛藤はあるけどね。でもちょっともうね、変化も使っていくから。うん、龍、関東、豪健、貴乃波関係ないわ。夏勝ったな。ちょっと優勝争い、あー、まあでも貴乃波と千代大海が全勝してんのか。どうしよっかな。週末に送るで俺はいいんだけど、いいですか、週末まで送るにします。まあ千秋楽どうかな。下手したら14日目ぐらいに優勝も決まりそうな気がするけどね。龍、あ、関東はかなりいいな、勝ってんな。関東来場所大関あるな、普通に。うん、今回は全体的に白星が多い感じはするな。お、誕生日だ。関東の誕生日、あ、これはタイミングがいいな。やる気アップか。よし、いいぞ。お、意外と混戦な気がするな、この部屋だけでも。龍が7の7、
まあ千秋楽勝ちたいね。衰えてきてるからな、土佐の海には勝てないんだけど、貴乃花、あけぼの、武蔵丸に負けたか。で、夏は雅山、貴乃花、あけぼの、千代大海、貴乃波。あ、千代大海と貴乃波勝ってんな。琴龍、あけぼの、武蔵丸、武双山、出島、貴乃波には勝ってるな。豪健な、よしよし、いいぞ。あ、千代大海に負けてる。ってことは千代大海かな、今場所。貴乃波には勝ってるから、千代大海さんがどうだって話か。11の3。あ、でも白梅が知らないところで12勝してる。松風も11勝してる。十両も楽しいね。で、ゴーが幕下で連勝中だ。うん、まあ今ね、幕の内の星取り表見ようかなって思ったけども、千秋楽の楽しみがなくなるんで、ここは飛ばします。よし、それでは各段優勝の前に優勝争いを見ましょう。千代大海さん次第。せーの、ドン。あー、関東、まあ関東だろうな。生き残るとしたら貴乃花いるわ。千代大海か。キクロいるな。優勝争いしてんな、一応な。重量は、あー、白梅、肥後の海。なるほどですね。結構見どころはありますね。で、ゴーは全勝できてるんだけど、まあ幕下なんでゴーの取り組みは飛ばすとして、松風の安美錦式戦も見たいが、ここは白梅千代天山戦でしょう。松風勝ってるね、とりあえず。さあ、対戦成績ですよ。五分か。五分というか、ゼロゼロか。ゼロゼロの時は基本的にお任せなんです。勝ってくれるかな。勝たないと。なあ。頑張れ。千代天山、小さいな。なんか押し相撲をしてきそう。胸を合わせ、お、あー、ちょっと取れない。あー、浮いた。ういー、おお、あー、残念、取れませんでしたね、白梅は。千代天山豪快に決めました。大丈夫でしょうか。次の出場が心配されます。敗れました。嘘。いや、ちょっと親方、怪我したか。卓球。あー、5週間か。くそー、裏技使ってなかったことにしたいけどね。あー、これはだって肥後の海が、あれだって肥後の海が負け、まあ、勝つんだろうけど、負けたら白梅どうすんだろう。あ、負けた。え、白梅出れないよね、そうなっちゃうと。ん、どうなるんだろう。初めてのパターンだな。あ、ゴーね。うん、白梅、出れないよね。まあ一応ゴー頑張って。よし、はい。時間になりました。さあ、どうついて、どう、取れない、取れない、取った、が、逆転、よし、いける、あ、浮いた、大丈夫、逆転だ、いける、あ、残念、粘ったけどね。前に行けるかなっていう雰囲気もありましたけどね。トラックス山、幕下優勝です。全勝優勝を果たしました。うん。で、問題はここですよね。
不戦勝とかになるんだろうか。でも出てくるんだろうか。でもギブスしてたよね。まあ見てみましょう。はいはい、え、はい、あーなんかこれ出てきそうだな。時間いっぱい。あー出てきた。あれギブスしてる。いい、うわ頑張れ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 、大丈夫大丈夫大丈夫、怪我しないように頑張れ。あー勝った。おお、あれギブスしても出場するんだ。してますね、巻いてますね。優勝決定戦に進みます。おお、怪我悪化だけさせないでよ。はい、あ、はい、見ます。制限時間いっぱいです。さあ痛みに耐えて頑張れ。いい、わあ松風非常非常、こいつはもう関係ないね。松風勝負に非常です。優勝決定戦に進みます。時間いっぱい。まあここまで来たらもう松風で決めてもらいたい。いい形になりました。おー、いったいったいった、これは大丈夫ですね。これはもう盤石です。松風もいいな。重量優勝です。彼スタミナがあるんでね、強いよね、そういうところ。よしよし、オッケー。うん、やりました。で、関東と菊路なんだけど、貴乃花と千代大海とは、まあ当たってないか、ここではね。ここでは当たってないか。まあこれは雅山戦でしょうね、関東のね。まずは勝って優勝決定戦決めましょう。寄り切り寄り切り寄り切り、押し倒し。これはお任せでもいいんだけど、押し倒し対策は待っていけだからな。考えるな。待っていけだな。最悪寄り切りで勝ってるってことは、組めれば勝てるわけだから。東方小結宮城山、茨城県出身武蔵川部屋。まあここ勝てれば次の大関取りはかなり有利になるな。頑張れよ。よしよし、よく残りましたが、まだ体勢がよくありません。よし、逆転しろ。やった、よし、オッケー。危ない、関東。土俵際の逆転、連勝です。やったね。さあ優勝決定戦ですけども、貴乃花戦ですね。それでは見ましょう。制限時間を迎えました。うん、さあどうだ。両下頑張れ頑張れ上手を取って頑張れ、腰を入れる。いいいいぞいいぞ、いけるいけるいける、寄ってる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 、ガブリより寄る、いけるいける、これはいったんじゃないかな。腰を入れる、ガブリより寄り切った。よいったー、これはこの勝ち方は強い。初優勝です。おお、はあ、いやー、なんか貴乃花に力勝負で勝ったね。やったー、幕内優勝だー、北海道出身。
おお、これは大関取りにだいぶ近づいたんじゃなかろうか。やったー、よし、はい、三将は関東と菊野が取ってますね。おー、やったね。うん、あ、龍もね。そう、龍のこと。あー、注目してなかったな。龍も頑張った。あ、でも夏と剛健も2桁勝ってんな。ん？これなんか大関が次の場所連続で出るような下地ができてきてるね。龍はもうあとどれくらい粘れるかなんだけど。で、キクロよな。強いな、彼な。二桁勝って、あ、結構二桁勝ってますよね。白梅頑張ったな。ちょっとね、病気じゃないや。入院しちゃうけどね。うん、縦風はちょっともう厳しくなったな。幕下に陥落したら引退させましょうね。ゴーはなんとか頑張りまして、全勝でした。久保田くんね、まあちょっと勝ち越しはできなかったけど頑張りましょう。太郎も6の1でした。さあ、打ち上げパーティーも終わりましたよ。うん、白梅23日大丈夫だ。縦風はしょうがない。来訪もしょうがない。来訪はもうしょうがないかなって思ってたんで、来訪の引退は認めます。で、今日曜日になりまして、まだね、なんだろうな、一場所しか撮ってないと思うんですけど、今この時点で動画を編集してどれくらいの時間になってるかわかんないですけど、まあすでに収録時間が1時間を超えてますね。だからこれ過去最高に長い動画になる可能性は多少あるんですが、まあ巡業に行くと思うんですけど、それまでの間、まあみんなスタミナもあるんで、もう行ける人はみんな出稽古に出しておきますね。あ、で、あれか、夏と豪健と関東の大関取りの状況を見よう。夏は次14勝なんで、ちょっと難しいですね。豪健もまあ15勝なんで、次も2桁勝ちましょうっていうところだね、夏と豪健は。で、関東ですよ。関東10勝でしょ。あるな。関東はあるわ、次。あるね。よし、じゃあ傾向指示ね、引き続きやっておきます。はい、ほぼ全員出稽古ですね。ほぼ全員出稽古にしました。それでは進めていきましょう。来訪引退ね。まあ年寄り名跡も与えたいが、空きがあるかな。空きがあるな。だんだんこれ増えていくんだよね。どうだろうな。どうしよっかな。いや、順年寄り。いや、丸山にしよう。うい。よーし、来訪の断髪式です。
さあ来訪もね頑張ってくれました。今後もね一緒に頑張っていきましょう。いやー頑張ったね。幕の内の場所数は27回か。そっか、結構活躍したイメージがあるけど、幕の内の戦歴だと負けが多いんだね。こうやって見るとなんかファッと上がってサッと去っていったね。来訪もねもうちょっと早めに引退させてもよかったかなっていうのは少しありますけどね。何しろお疲れ様でした。びっくりした、今フリーズしたかと思った。あー動いた、びっくりした今。なんかさ出稽古をさ多く設定するとさ動き重いよね。あー太郎、太郎はでも俺引退でもいいと思うんだけど、もうちょっとやらせよ。あー止まった、動いた。海ちょっと今回ちょっと海パス重いんで、動きがお肌が焼けると困るしね。あ止まった、動いた動いた、重いな。こんな重いの出稽古をみんなやらせると。16日、うん、ちょっとまずは一回セーブをかけてこよう。はい、セーブしてきました。でもう巡業に入っちゃうんで、まあそのままですね。まあ5は筋トレでいいや。久保田くんね、もう体力上がんないからな。お任せでいいや、ひとまず。で福寿と太郎は見取りですね。でまあ巡業行ってもらいましょう。でスカウトいる、青森出身、まあ悪くないけどね、優勝経験が欲しいんだ。はいじゃあみんな巡業に行ってらっしゃい。おいおい、うん、あと9日ね。お、龍が活躍、大奮闘も活躍。日曜日まずはスカウトいる、あー悪くないけどパスで巡業ですね。あその前にあれか、見取りしてた福寿、豪は見取り、福寿も引退でいいかな。で太郎は一応残しておきますけど、福寿も引退ですね。おかみちゃん俺頑張ります、朝から変よ、やっぱりわかります、えへへ。まだい、ん薬、白雨あと2日、日曜日になりました。で出稽古の申し込みがあるんだけど、巡業帰りなんで、まあちょっと何人か難しいけど、まあ龍は出稽古いけますね。よしじゃあ稽古指示つけていきます。はい、こんな感じですね。まあ松風間違って格上にお願いして失敗したんで、まあ一応筋トレさせてますと。はい、でスカウトいない、日の竜が風邪をひいた。番付発表か、あー早いな、巡業すると早いね。竜大関、関東夏豪健が関脇で、関東が10勝すると大関なんで、
ここが注目ポイントですね。で、キクロが前頭筆頭まで来て、大地が5枚目、白梅が前頭13枚目、優勝が十両筆頭に陥落、大奮闘十両3枚目、松風も十両4枚目、立風十両8枚目、止め置かれましたね。まだまだ頑張ってもらいましょう。豪が十両10枚目。で、関羽が3枚上げて幕下17枚目でですね、関羽と久保田は頑張ってもらいたい。うん。で、福寿は引退が決まりまして、あとは西丸くんと神木も頑張ってもらいたいですね。本場所は白梅が前頭13枚目に昇進、豪が十両10枚目に昇進、うん、昨日優勝が十両筆頭に陥落以上ですね。よし、白梅帰ってきたね。はい、うん、よし、オッケー。はーい、まあ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 、よし、おお、いいね。あと2週間、まあ賞味1週間なんで、そうですね、まあ体力に余裕がある子は出稽古行って、白梅も大丈夫そうだな。まあ夏とか関東は見取りでいいかなって思いますね。はい、こんな感じですね。体力がある子は出稽古に行って、それ以外は見取り、微妙な子は筋トレみたいな感じにしてます。スカウトいる。あー、これはなしかな。うん、よし。あー、これであの画面が揺れる時期が終わった。よかった。抱負？これはもう関東が大関になるよ。ああ、まあまあまあ、休んだからね。うん。はい、秋場所が始まりますね。まあ基本的にはまた割りにして、まあスタミナがない子は見取りにするみたいな感じで稽古指示したいと思います。さあ、中日までで関東がどれくらい貯金を作れるかだな。あ、神木の誕生日ですね。おい、よし、いいぞ、悪くないぞ、みんな。あー、1個土がついたか。大奮闘の誕生日。あー、連敗。誕生日がもう、誕生日が衝突しちゃって、もう、まあ5の2ぐらいで行ってくれればいいかな。よし、いいぞ。うん、5の2で行ってくれたね。若の花に負けて、土佐の海、土佐の海ね、出島海洋か。夏も5の2いいな。夏と豪剣はまあ次の場所とかにつなげるね、取り組みをしてもらいたいですね。関東の取り組み中日以降は翌日に送るで、一戦一戦ね、結果見ていって、まあ10勝目がかかったやつだけ取り組みを見ようかな。うん、あとは下の方はまあ豪が頑張ってるけども、まあ西丸と雪の峰ぐらいですね。あ、関東あけぼの戦だ、中日。これ見ようか。
優勝っていうよりは勝ち星が欲しいね。寄り切り、突き出し、突き出し、引き落とし、送り出し、寄り切り。まあお任せでもいいような気はするが、突き出しを考えると変化なんだよな。お任せでいいかな。時間いっぱい。ここお任せで勝てると大したもんだなって思う。振り倒し。あれ、猫魂みたいな。猫魂じゃないな。なんだろう。よく白鵬がやるやつやったね。なかなか見応えのある一番でした。圧倒的な強さです。あれ関東の取り組みがなんか横綱相撲をやってんだけど。ああ勝ちました。まあここからはちょっとまあ竜もちょっと崩れてるんですけど、まあ関東の取り組みに注目して見ていきましょう。関東これから横綱3連戦か。あ、違う。武蔵丸、明けぼうに勝ってるから、次貴乃花ですけど、貴乃花戦も見ましょう。さあ、貴乃花戦ですね。まあ、ね、夏と剛健のね、武蔵丸、明けぼの戦も見たいんですけど、ちょっと諸般の事情、諸般の事情っていうか、なんかずっと言ってるけど、今、この動画が、今1時間半ぐらいになってるんで、この段階で。どれくらい長くなるかわかんないんで。なんで、貴乃花戦を見ましょう。時間に余裕があったらね、3場所じゃないです。3つの取り組み見たかったっすね。これ貴乃花に勝てれば、優勝争いも面白くなるね。寄り切り、寄り切り、下手投げ、寄り切り、上手投げ、すくい投げ。貴乃花相手だろ？貴乃花戦の、貴乃花戦のアドバイスは、変化させましょう。東方横綱貴乃花、東京都出身、二子山部屋。これ勝てると大きいですけどね。迎えました。うわー、決まった。オッケー。まだちょっと葛藤があるけどね、俺の中でこれでいいのかっていうね。ただ関東は確か先場所は普通に組んでも勝ったからな。勝ち越しに王手をかけました。これもう関東横綱行っちゃうんじゃないのかな、この勢いだとな。彼早熟だったのかな、忘れちゃったな。はい、関東行くんじゃないですか、大関。あと3勝か。残りの取り組み、どうしよっかな。あと2敗するまでは、飛ばしでいいかなって思いますね。まあ、そんなこと言ってたら、3敗目を喫しましたね。でも気になるな。貴乃波戦とか見ますか。まあちなみに3敗目は千代大海と戦って負けてましたね。これ見ようか悩んだんだけど飛ばしちゃった。これはお任せでいいんじゃなかろうか。お任せ。まあ、待っていけとかでもいいのかなぁ。東方関脇、北海道出身。制限時間を迎えました。よし、頑張れ。ここは勝ちたいね。貴乃波も強いからなぁ。いい形になりました。おぉ、いけ。危ないぞ。そうか、そうなっちゃうよなぁ。なんとなく今のは一発で決まんなかったのを見て思ったな。貴乃波
豪快に決めました。連敗です。次勝ちたいね。うん、頑張ろう。豪健が勝ち越しを決めてますね。あーか、でも関東これは勝てるんじゃないだろうか。まあ見ますか、ここまで来たら。あー突き出しの相手、これ普通にお任せにしても勝てると思うんだけど、変化させよう。西方大前西前頭7枚目大阪府出身二所ノ関部屋。時間いっぱい。はい、よし、よし、オッケー。これで8勝目ですね。何もできませんでした。これで勝ち越し、白星が先行です。うん、まあ関東あと2勝、龍がやっぱりちょっとね制裁をかき始めましたね。下位の方だと立風と豪、あと西丸くんが頑張ってんだ。お、関東無双山戦か。見ましょう。縦風の怪我。セーフ。危ない。よかった、よかった。無双山は、押し相撲かな？わー、無双山10勝してるわー。これは今優勝争いでしょうね。押し倒し、押し倒し、押し倒し。じゃあこれは待っていけですね。東方関脇北海道出身。時間いっぱい。さあここは勝ちたい、勝っておきたい。いい形になりました。そこは想定済み。よし、頑張れ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 。よし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 、いいぞ。前に出る、いけるいける。よーし、オッケー、強い。万全の体勢で寄り切りました。連勝です。やったね。まあ関東はあと1勝ですね。よし、頑張ろう。龍もね、あと2勝か。龍も頑張ろう。おー、関東若の花戦か。若の花戦で決めたいね。若の花は押してくるんで、待っていけでいいと思うんだよな。西方若の花西前頭2枚目東京都出身小波部屋。制限時間を迎えました。さあここで決めたい。さあ頑張れ。もろ差しだった。お、胸を合わせる。どうだ、いける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 。寄ってる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 。これは大丈夫だ。これは大丈夫でしょう。胸を合わせる。寄った。頑張れ腰を入れる。頑張れ頑張れ。よし、頑張った。大関やった。万全の体勢で寄り切りました。大関昇進確実です。やったやりましたね。龍も千秋楽につないだし、関東も豪健も2桁いったし、まあ夏はほら万世だから、この勝ち越しでも全然問題ないしね。いいね。
で下の方だと松風も頑張ってるし、縦風も久しぶりに頑張ってるね。うん。で5もピークは過ぎたんだけど重量で活躍してるもんな。あとはこの6-1の子が優勝決定戦残れるかですね。はい、それでは優勝争いを見てみましょう。ドン。ああ、これは貴乃花か武双山でしょうね。この2人が負けるってことはあんのかなって感じするもんね。まあ最悪貴乃花と武双山の取り組み組まれてるかもしれないし。でも関東と合計も名前があるのは大したもんですね。重量は？重量は時の花が優勝を決めてます。では、各段優勝に行きましょう。さあ、各段優勝に名前あるかな？ 6 勝1敗。あー、なかった。残念。これは幕下稲尾黄金だと思う。どうだ？まあ、そうだろうな。さあ、まあ、まあって感じなんだ。そうですね。まあ関東はもう大関決まっちゃったからまあ見なくていいかなっていう感じ。夏と日の竜の取り組み見ますか。武双山戦ね。うん。押し出し、押し出し。だから待っていけですね。時間いっぱい。まあ勝ちたいね。一勝でも多くしとけば大関には近づくんで。あれでもなんか夏痩せた？いい形になりました。流れが変わった。お、腰が浮いた。あ、いいねいいねいいね。激しい。もう安心して見てられる。腰が浮いた。おお、びっくりした。びっくりした。浴びせ倒しだった。あー、これで武双山さんの優勝を阻んでしまいましたけどね。押しつぶすような投げを見せてくれました。連勝です。うん、OKOK、これはいいですね。んで千代大会と日の竜戦も見て、あともう貴乃花武蔵丸戦も見ていいかなって思う、この流れだったら。まあ竜ね、勝ってるけどね、突き出しの相手なんだよな。これは変化でいいや。時間いっぱい。竜は体だ、でかいな。決まれ、変化。決まった、はい、よーし勝ち越し。もうさ、やっぱり変化はさ、どうだ、必殺技すぎると思うんだけど。まあいいや、使っていこう。うん。千代大会何もできませんでした。なんとか勝ち越せました。うん、よかったよかった。これは大事ですよ。で一応貴乃花と武蔵丸戦も見ましょうかね。あ、関東と合計負けてんのか。勝ってればまだ面白かったんだけどな。じゃあ見なくていいや。いや、見るか。制限時間を迎えました。まあここで武蔵丸が勝ったら面白くはなるけどね。いい形になりました。耐えています。激しい。ああ、勝った。うわー、じゃあ豪健と関東な、もったいなかったな。全然注目しなかったわ。多分勝つだろうなって思ってたから。おお、これは荒れましたね、幕の内。さあ、これだったら武双山に勝ってもらいたいかな。あー、やっぱり貴乃花さんか、強いね。3勝やりました。
まあ悪くはなかったんじゃないかな。関東大関決めましたもんね、割とあっさりで、夏と豪健で、松風、立風、豪も頑張りました。福寿はね、もう引退なんでね、しょうがないっすね。はい、うん、さあ電話が来るんじゃないかな。おお、来た、やったー、関東が大関に昇進しました、やったー、若いしね、うし。はい、よし、うん、よし、いいよ。まあ福寿はしょうがないっすね、これは認めます。はい、そうですね、出稽古で、そっか、まあ巡業が入ると思いますけども、みんなね、やっておきましょうか、稽古の指示ね。はい、おおむね出稽古に行きまして、優勝だけ、間違った人にやってダメだったんで筋トレさせます。まあ、であとはスカウトを見て、引退式見て、この動画はやめましょう。やめる？終えましょう。うん。福寿は順かな。うん、順年寄りかな。はーい。ありがとうございました。うん、これからも頑張りましょう。さあ福寿もね、彼も遅咲きだったな、こうやって見るとね。でも幕の内は3場所いるね。うん、で障害戦歴も勝ち越してるしね、いぶし銀的な活躍でしたけどね。そう、強かったんだよな。なんか堀内くんだと思うんだけど、福寿はなんかね、目が青い子だったと思うんですけど。そうね、でもうん、頑張りましたね。これからも頑張っていきましょう。うい、久保田が入賞。あ、重い、動きが重いよ。はい、でゴーが技、西丸立ち合い変化、よし。で稽古指示は、あー違う、もう巡業が入るからいいのか。そうですね、うん。で一応スカートだけ見ましょうか、いる。あー、これは取りに行かなきゃダメですね。優勝経験あって195センチだったら行きましょう。真面目そうな方、これはレベル5ですね。あ、確かに真面目そうな方。そうだな、毎日相撲が取れるぞ。違う、審議対、違う、テレビに映る、目立ちたいのか、贅沢、違う、将来の大横綱、うん、日本の心、土俵入りから教えてやるよ。故郷に錦、おわー、かなり上がった。
住むとこと食うとこは任せな。よし、成功。さて、それでは瀬戸くんのね、瀬戸くんの情報を見ましょう。見ますよってなったけど、見ますよ。せーの、ドン。あー、そうきたか。そうきたかって感じだ。んで、技は？なるほど。さあ、問題はマネージャー賞ですね。20歳。どうだ？おぉ、持続型でした。瀬戸くんね。持続型。持続型というか、まあ、普通か。普通型です。はい、OK。はい、ということで、日本大相撲やってきましたね。今回も、まあ、前回、前々回ぐらいから、まあ、かなり指導の方針がテクニカルな感じになってきてますね。まあ、おかげさまで関東も大関になれました。で、あとは多分次の動画でマネージャーが変わると思うんですけども、まあ、今の段階でマネージャーに対する、コメントだと、ボブか別府さんになってまして、まあ僕自身も、まあ別府さんかボブかなって思ってたんで、まあ基本的にはその2人、まあボブでいいかなっていう感じで進めたいと思います。まあ進めたいと思うんですけども、一応ね、YouTube にもアンケート機能っていうのがあって使ったことがないんですが、そのアンケート機能を一回使ってみて、それ参考にさせてもらいたいなと思いますね。ただこれ動画が上がるのが昼の3時ぐらいで、んでちょっと曜日の関係上、そうだな、夜の11時ぐらいまでに投稿されたアンケートから、参考にして、次の動画だから日曜日に出る動画をね撮ろうかなと思いますね。あとちょっと今ね、今回の動画特に取り組みも多く見たしイベントも多かったおかげもあって、動画の収録時間が、約2時間になってまして、これ編集して1時間切るようになるのか1時間20分ぐらいになるのかはちょっとまだね編集してみないと分かんないんですけども、まあこれくらい時間がかかるようになっちゃうと、ちょっと更新の頻度が今週4ですけど週3か週2ぐらいにしないとちょっと時間が取れなくなってくるので、そこかなっていうのは撮ってて思ったんですよね。まあ例えばこれが2時間かかって動画1本作って1時間20分とか1時間ちょい超えぐらいだったら、まあそれ2本に分ける、つまり今まで2場所を入れてたのを1つの動画にしてたのを1つの動画で1場所しか映さないみたいな感じになる可能性もあるし、2場所を収録、1つの動画に入れるんであれば、今後更新の頻度を週3か週2に減らさないとちょっと厳しいかなっていうのは今やってみた段階でのこの稽古指示をしっかりつけた時の何て言うんですかね、新しい変化ですね、変化があるなと思いました。結構思ったよりやっぱ時間を取ってますね今のところ。慣れたら変わってくるのかなっていうところもあって、ここはちょっと試行錯誤して、まあちょっと様子見しないと分かんないんですけど、まあ今月いっぱいってことはないな、まあ今週撮る分があと、まあこれ土曜日に出るとしたら、まあ今週はまあそこで終わりなんだけど、まあ来週ですよね、まあ4本あるんで、まあその4本は維持したいんですけど、そこで時間の調整様子見してですね、今後の方針決めたいなと思いますね。今までがだいたい2時間撮ると、
動画2本分撮れてたんですけど、あの何にも稽古指示しなかったからお任せをずっとやってたおかげで、多分出稽古での操作が多分少し時間がかかってんのかなっていうのは、まあまだ慣れてないのもあるんで、まあそんな感じでした。はい、まあご意見ご感想コメントなんで一応全部見てるし、返信できるものは返信してますけども、まあこんな感じでした、すいません。はい、なんでまあそこですね、ちょっともしかしたら更新頻度が変わる部分もあるのと、あとは今多分動画のどこかにアンケートへのリンクかなんかそういったものが貼られていると思うんで、まあ参考までにやってみてください。まあ僕もアンケート機能使ったことがないので、変な感じになってるかもしれないし、もしかしたら分かんなくてやってないかもしれないけど、まあそんな感じでしたというところですね。はい、ということで結構長くなったと思いますけども動画、まあでもそれだけ見どころもあった、動画になりましたというところで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。